天気予報をお伝えします。日本海側や北日本を中心に雨や雷雨となり、北陸と東北では大雨の恐れがあります。雨マークがない太平洋側も所々で急な雷雨があるでしょう。今日も関東は猛暑が続き、熱中症に警戒が必要です。週間予報です。明日も各地で不安定な天気です。急な雷雨に気をつけてください。 金曜日と土曜日は北日本を中心に雨が降りますが日曜日以降は広い範囲で晴れそうです。天気予報でした。